集団的自衛権の行使というのは日本国の領域におけるどちらか一方が攻撃された時という安保条約の縛りをなくすということで、日本は集団的自衛権を行使できない限り基地を提供するということです。で、集団的自衛権の行使が可能になったら論理的に整合性がなくなるのではないかと。そこで集団的自衛権と日米安保条約の関係について説明をしていただけませんかということで、同じようなことでですね、別な方から日米安保条約のもとで集団的自衛権の行使を認めるにはアメリカにとってどれだけのメリットがあるのかということでございます。北朝鮮が暴発したときに韓国とともに戦闘に参加するのを望んでいるのかどうか、アメリカにとって、自民党の改正というのは、安保条約の範囲外になって日本が武力行使することを認めることになるということで、歴史を繰り返すということのそういう危惧を持っているのではないか、持っていないかというような趣旨と質問でございますので、まずは北田の方からよろしいですか。私に振られるとは思わなかったから、よく聞いてませんでしたが、結局ですね、世界を相手にして、集団的自衛権を行使しないとそこから仲間外れになるなんて考えはナンセンスなんですよ。外交の力でいくらでもできる。それと、国際貢献は災害対応とか PKO で十分できてます。で、ただ今一番心配なのは、この安倍さんが積極的平和主義とこう言って集団的自衛権の扉を開けて、そこから今度どんどん限定論というのは、あれは何の歯止めにもなりません。一度扉を開けたらもう次から次へ行きますから、これはもう日本のですね、明治維新、そして敗戦、復興、それに類するぐらいの日本の形が変わる潮目です。たまたま今自民党が圧倒的な勢力を国会で持ってますけども、これは日本人が太平洋戦争へ突き進むときに、メディアも含めていつの間にか特殊な状況、心理状況に国民全員がなったのと少し似てきてますから、私はそこのところは本当に精一杯、私はもう去りゆく人間ではありますが、残された期間は精一杯やっていきたいなというふうに思っております。民主党が勢力を落としたことが本当に悔やまれてならないというふうに思ってます。ありがとうございます。それでは鍋さんお願いします。はい、日米安保条約の、第5条が、アメリカが日本を防衛する義務なんですね。で、レジュメの中で13ページに日米安保条約を私書いてきましたのでご覧いただきたいんですけども、要するに日本国の施政下にある、我が国の領土であったり米軍基地を守るために、そのいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするもので、この時にアメリカが日本を防衛するというのは第5条の規定なんですね。で、これだけしか見ないとよくその日米安保条約は偏無的じゃないか、つまりアメリカは日本を守ってくれるのに日本はアメリカを守ってないから偏無的なので、これは守ってやった方がいいじゃないかということを言う人がいますが、その代わりに第6条があるわけですね。第6条で我が国がアメリカに対する基地の提供義務がある。で、それによって、相見合いになるわけですね。これによって、総務性が発生するということなんですね。で、当然我が国がアメリカを守るということになると第5条を変えなければいけないというのが論理的な規決になるし、第5条が変わってお互いを守り合うということになれば第6条はいらなくなるんですね。つまり我が国はもしアメリカに基地を提供するのであれば、我が国の行為として、もしくは安全保障上必要な行為として行うということになるんだろうと思うんですね。で、そうするとですね、アメリカは我が国が限定的な武力行使、限定的容認論といって
ば今安倍首相が例示しているようにですね、アメリカに飛んでくるミサイルを守るとか、迎撃するとか、あるいは米艦艇を防護するとか、でその代わりに、安保条約を変えようというとアメリカは絶対飲まないんですね。でそんなことだって必要ないもん。でアメリカに飛んでくるミサイルは自分で迎撃するし、米艦艇は自分の船がみんな守るからいらないよということになって、結局はこの話し合いはうまくいかないはずなんですね。で今その日本政府が考えているやり方っていうのが、この安保条約は触れないでおこうと。で触れないでおいてガイドラインだけを変えようというんですね。でガイドラインというのは、ざっくりと言えば限定的小規模侵攻は我が国が独力に対処をして、それを上回る侵攻が起きた場合にはアメリカの打撃力を期待すると、つまり日米安保条約で守ってもらいましょうということが規定されているわけです。でガイドラインを変えるということは、これは我が国が一定の役割を果たしてアメリカの軍事的な貢献に、努めていきましょうということがおそらく入るんだろうと思うんだけども、実はその裏のページを見ていただくとガイドラインが書いてありまして、ガイドラインの第1項でこの日米ガイドラインというのは日米安保条約及びその関連取り決めに基づいて決められている。